皆さんおはようございます。今は6時2分普通に寝れましたね。トマトスープ飲みたいと思います。もうちょっと日の出なんでね。ちょっとね、周り見て見ていきたいと思います。寒いからあんま動きたくないっていうか、いやでも寝れたのはすごいな。温度計が壊れた。皆さんおはようございます。シカキーです。2日目の朝、雪がすごいですね。雪がやっぱ積もってました。こんな状況です。何回も雪落としたんですけどね。あ、重みで通気口みたいな耳で落ちてます。さて一周ね、ぐるっと回ってね、ここに戻ってきて帰りたいと思います。鹿いたら撮ります。頑張ります。雪すごい降ってますね。積もりました。
判断時間ですね。何発撃ったか分かんないぐらい撃って全然逃げなかった。長弾かな、でっけえわコーディ。いやでかいなこの鹿。すごいな。死んでるか。うわっ、中太い。立ち角です。あんま私持ってないですね立ち角は。結構太めですね。でも中ぐらいだと思いますね。太中三段っぽいし、ボディはめっちゃでかいですね。ありがとうございます。距離130ちょい、140ぐらいか。長弾かな、多分何発も長弾してると思いますね。最後は胸だと思いますけどね。こんな感じですね。結構でも長いような気がするけど、まあ立ち中太三段、太中三段の立ち角。ボディはめっちゃでかいっすよ。すごいボディしてます。皮二つ当たんなきゃいけないからギリギリ、まあ、持って帰れないですけど、まあ、頑張って解体したいと思います。これから引っ張って帰りますけど、まずテントのとこまで行かないといけない。皮二つ当たってね。今こうやってやってます。今ビニールやって、ゴアテックスのねパンツの内側からビニール履いて靴ごとで、それをチャックをするとね結構パツパツなんですよ。それで、まあ、水の侵入結構防げるかなって。でこれでスノーシュー履いた方がこうやってね、あの閉まってね穴開いてもね侵入が遅れるんで、これでねとりあえず濡れてないんですよ。結構膝ここら辺、膝ぐらいまで深いとこ入りましたけどね。まあその後テント帰ったらお肉、昨日取ったお肉とテントも撤収して帰んなきゃいけないんでね、激重ですね。とりあえずまあ運べるだけ運びたいと思います。頑張ります。ちょっとね
身往復するかもしれないですね。あのテント運ぶのと荷物運ぶのと、まあ、できるだけ1回で来たいんですけど、まず、まあ、できるだけ1回でまずやってみますか。1個目の川は渡りました。朝、まあまあ浅いって言ってもね、まあ、すねぐらいまで、すねちょっと上まで来ますからね。これ結構降ったわ。車も埋まってそうだな。いや、いい角だ。立ってる角がね、私にあんまなかったんで、このデカめのやつでね。嬉しいです。最初寝ててね、打って当たんなくて、立ってね、で、あれどこ行ったなと思って少し前行ってみたら、ちょっと移動してずっと見てて、3回打ちましたよ。縦なんですからな。長弾してと思いますね。まあ気あったんですけど、手前の方にもあったからな、手前と奥にも。それで4回目の正直かな。あの最後ね、もうしびれ切らして行こう、どうでもいいやって感じでね、首を横にしてね、少し横になったんですよ。そこでね、胸狙いましたけど、肩らへんと。そしたらね、心臓直撃でした。心臓の上の血管。弾は取れませんでした。抜けてなかったんですけど、昨日のピンコもね、抜けてなかったんだけど、真っ暗闇でね、弾なんか探してる暇はなかった。おそらく帰りも鹿出会うでしょうね。気持ちいいですね。お昼までには車に着きたいですね。今は今は10時20分、とりあえず10時半ちょい過ぎぐらいか、テントとかになんとか行きたいと思います。これからガチ修行みたいな感じ。テントは背負って、でこのお肉、鹿列車ですね。肉、お肉、まあデカ三段ピンコ図 の肉と角ですね。はい、これから頑張って帰りたいと思います。2キロ歩きます。頑張ります。やべえ、やばい。これこれと言いますか、これとこれ、この雪すごい積もってる。半端じゃないですよこれ。でもこの新雪の中の忍び漁は面白かった。なんか神秘的な世界だけど、いやーきつい。こういうキャンプ修行をトライすることによって、川の渡り方がね、だいぶ分かったんで、発見されたんで、当たる、それが嬉しいですね。よし、なんとか2キロ頑張っていきます。あそこの真正面のね、丘見えますか。あの奥がまあ帰りで、あそこ登らないといけないんですが、
あ、半分ぐらい歩いたかな。あと1キロぐらいか。あ、きつい。きついけどね、やっぱね、お肉と角があってこそのね、ハンティングだなと思いますね。前回の角は持ってかれたんですが、肉ダメだったんでね、なんかね、虚しい気持ちになったんで。なんか昨日夜もね、もう真っ暗でも解体しましたけど、まあ見えないのが怖いっていうのがね、まあ逆に他の動物たちは匂いとかでわかるから、それを考えるとまあ怖くなるんですが、でもまあクマはほとんどいないし、冬眠してるし、ここら辺は全く足跡ないんで、すごく安心してできますし、まあ私が多分暗闇の中で一番怖い存在だと思うのでね解体して、まあ川とかはね、やっぱ明るいうち渡りたいです。まあでも取った命はまあ無駄にしないで持って帰れたんで、非常に満足しております。あの角もいい角取れてめっちゃ嬉しいです。ピンコ角もね、あのノコギリで取ってきましたよ。はい、あとちょっと今1時12時50分で、まああと1時間2時前には着くかなと思います。頑張れば。やっとここまで来ました。ここはね、あのちょっときつそうなんで、一回自分の荷物を上に置いてですね、またこれを回収しに斜面上り下りしたいと思います。よし、はあ、やっと来ました、上まで来た、はあ、いやー疲れたな。そこからよし、今回ね2回目のキャンプハンティングですが、非常にね満足できた結果となりました。まあ初日1頭取って、2日目も3段取れて、すごくいい結果でね満足してます。まあ正直ね、あの2頭分の肉持って帰れるか当初ねやる前に不安だったんですが、なんとかね持ってくれたんで、テントも背負って持ってかれたんで ね、スコップはいらないな。どっちにしろ夕方だからね、早くテントの帰りたいからね、一人だし。でね、テントの中でね寝る場所変えたんですよね。ちょっと斜めすぎてて、これ無理だなと思って、そしたらね、もうあれ 10時過ぎ頃寝て、その後気づいたのがね、なんか目覚ましだけ5時ぐらいかな、4時前になんかかけてたやつ1個あって、それで起きちゃってね、本当は5時半ぐらいに起きる予定だったんですが、よく寝れたなと自分でもね嬉しく思いましたね。2回目で慣れるのかな人間って、まあ、疲れてたのもある、最近寝不足もあったんでね、それもあったかもしれないです。はい、じゃあ、まあ、今真っ暗なね、真っ暗闇の中で解体する方がね、あのねテントの中にねで寝るよりも怖かったですから、真っ暗闇のね森の中で一人ポツンとあのライト照らして解体してね、そっちの方が怖かったんで、そのね恐怖心が上回ってたからかな、よく寝れたのもあるかもしれないです。はあ、まあ、少しずついい経験できて、今回はね2回目は成功かなと思います。じゃあ、あともうちょっと頑張って歩いて帰りたいと思います。ありがとうございます。